グルーヴいい位置。果たして先頭を捉えるか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はファビュラスラフイン、ファビュラスラフイン先頭。2番手はファイトガリバー、懸命に追いすがります。あと 200m、 エアグルーヴ余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手はファビュラスラフイン、エアグルーヴ独走、エアグルーヴぶっちぎりです。エアグルーヴ1着、2着はファビュラスラフイン。これが世界を制した実力だ。エアグルーヴ。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはサンセットガリバー。綺麗なスタートを切りました。ファビュラスラフイン前に行きそうです。サンセットガリバー、それに続いています。さらにはキャッスルマンボ、5番ゲイリータイム、その後ろ先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。それでは先頭からザ・シンガー先手を取りました。これに続くのがマッチレスエーデン、白の帽子サーガベリー、その後ろ、その外からバーボンアムール、その後ろにグレートエイコーン、ファンシーコンダクト、そのうちに続いています。その外にキャッスルマンボ、スカーレットプライズ、そのうちに続いています。さあ先頭は依然として4番ザ・シンガー。ここで先頭が入れ替わりました。フローレンススピリット、ザ・シンガー2番手に控えました。フローレンススピリット先頭、差はほとんどない。2番手はザ・シンガー、追いすがる。さあファビュラスラフイン一気に来た。フローレンススピリットいっぱいになった。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭はファビュラスラフイン、ファビュラスラフイン先頭。2番手はバーボンガムール、あと 200m、 ファビュラスラフイン先頭だ。ファビュラスラフイン先頭、2番手はバーボンガムール、ファビュラスラフイン、もう一伸び。先頭はファビュラスラフイン、1着でゴールイン。ファビュラスラフイン1着、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ファビュラスラフイン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのシャンティ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはファビュラスラフイン。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してファビュラスラフイン花に立ちます。その後ろからはボーンサ、この馬も上がっていく構えです。さらにはケアレスオウェル、7番アスマラ、その後ろシルシラ、後ろからになりそうです。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはファビュラスラフイン、内からはアスマラ、その外からボーンサ、内からはケアレスオウェル、その外からダンシングラン、その後ろにパッシングサクセス、並んで16番シグナルアンサー、内からはボスラシャン、デイボール、それに続いています。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはファビュラスラフイン、並んで7番アスマラ、ボーンサ、この馬もこのグループ、その隣にダンシングラン、シグナルアンサー、すぐ後ろ内からはパッシングサクセス、さらにはボスラシャン、これに続いてデイボール、ナイトシップ、すぐ後ろ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ14番ファビュラスラフイン、アスマラほとんど差がありません。ケアレスオウェル3番手、さあファビュラスラフイン、このまま逃げ切れるかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。
さあ先頭はファビュラスラフイン、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はアスマラ先頭、2番手はファビュラスラフイン、先頭を捉えるか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わってファビュラスラフイン先頭、残り 200m、 ファビュラスラフイン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ファビュラスラフイン先頭、ノットアップ迫る。ファビュラスラフイン1着、2着にはどうやらノットアップ。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ファビュラスラフイン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ先頭は依然として12番ファビュラスラフイン、アリゾナアスペン、先頭に襲いかかってきました。ケンタッキースワロー3番手、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ファビュラスラフイン先頭、あと 200m、 ファビュラスラフイン先頭だ。リードは2馬身、このまま押し切れるか。ファビュラスラフイン一気にダンスデザイン1着、2着にはどうやらファビュラスラフイン、勝ったのはダンスデザイン、見事な勝利です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはラケットプリテンダー、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してラケットプリテンダー花に立ちます。その後ろからはスパイホルム、この馬も上がっていく構えです。さらにはクリアクロケット、2番ミュージックシンデレラ、その後ろファビュラスラフイン、これに勝つといよいよフランス牝馬3冠の達成です。歴史的な瞬間は果たして訪れるのか。ファビュラスラフイン、見事その期待に応えられるか。もう一度先頭からラケットプリテンダー先手を取りました。すぐ後ろにビクトリーブレイブ、さらにはクリアクロケット、並んで16番ステーシュア、ミリオンベッド、この馬もこのグループ。すぐ後ろにスパイホルム、並んで10番キラーマックス、黒の帽子アニーデピティ、その後ろ各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方からファビュラスラフイン先手を取りました。すぐ隣にラケットプリテンダー、その横にビクトリーブレイブ、ミリオンベッド、この馬もこのグループ。内からはミュージックシンデレラ、並んで6番クリアクロケット、ストーミーロンドン、この馬もこのグループ。その隣にシックスウィングス、その横にキラーマックス、アニーデピティ、この馬もこのグループ。すぐ隣にスパイホルム。さあ先頭はまだ14番ファビュラスラフイン、ラケットプリテンダーほとんど差がありません。ビクトリーブレイブ3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ファビュラスラフイン先頭、ラケットプリテンダー先頭、2番手はファビュラスラフイン、先頭を捉えるか。やはりファビュラスラフイン先頭だ。最後の追い比べ、先頭はファビュラスラフイン、あと 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。ファビュラスラフイン粘る、ステイキャリア迫る、やはり強い。ファビュラスラフイン、ファビュラスラフイン、ファビュラスラフイン1着、2着にはどうやらステイキャリア、ファビュラスラフイン期待に応え、フランス牝馬3冠達成、歴史に残る名牝の誕生です。